日本勢が表彰台を独占したアメリカ大会、その日本勢に次ぐ4位に入ったメンショフです。このアメリカ大会ではショート1つ、フリー2つと合計3つの4回転を見事に決めています。ロシアのベテランです、29歳。ロシアメンショフのショートプログラム、映画ピナバウシュ、踊り続ける命より。今シーズン好調の4回転ジャンプは2つ目です。トリプルアクセルこらえましたね。はい、この後に今シーズンまだ失敗がありません、4回転が待っています。4回転のトーループ、トリプルトーループ、非常に安定感があります。回転スピードもありました。アメリカ大会ではこの後のルッツが2回転になりました。メンショフにとっては鍵を握るジャンプ、トリプルルッツ決めてきました。動いてましたね。はい、さあ力を振り絞って最後のスピンに入ってきました。ロシア29歳ベテランメンショフ、さすがの4回転ジャンプ、そして他のジャンプも見事に決めてきました。本田さん、改めて印象どうでしょうか。そうですね、はい、ジャンプが非常に高い選手ですね。最初のトリプルアクセル高さがありすぎて回りすぎてましたからね、はい、それをよくこらえましたね、はい、そしてその後の4回転3回転の安定感良かったと思います。はい、アメリカ大会ではグランプリシリーズ自身最高の4位に入りました。さあまず最初のジャンプですね。高いですね、はい、そして今シーズンはミスがない4回転ですが、さあ4回ってますね、はい、しっかり回ってそこから1、2、3回転綺麗に決まってます。
で大技2つを決めた後のトリプルルッツも慎重になりすぎず、はい、落ち着いてジャンプを決めてきましたので、そういったところが良かったですね。アメリカ大会ではその4回転の後に必ずミスが出ていたんですが、このロシア大会は見事にそのあたりも修正してきています。グランプリシリーズ初めての表彰台に向けてメンショフが見事な演技を見せました。非常に本人も納得という表情で得点を待ちます。メンショフのこれまでの自身最高得点は 74.67、 上回ってきました。パーソナルベストロシアコンスタンティン・メンショフ 76.73 という得点が出ました。見事な高さのある4回転、ここでメンショフトップに立ってきました。